皆さんこんにちは。49話永久欠番です。では早速 J1 リーグ第25節アビスパ福岡戦のデビューをしていきたいと思います。試合の状況としては前半14分と24分に原大智選手のゴールで2対0となるも、前半36分にまさかのアピアタフィアサシ選手が退場となるという苦しい展開となりました。後半は 4-4-1 のブロックを作り、長いロスタイムを耐えしのぎ勝利するという展開でした。チームスタッツを見ますと、京都が 36% の福岡が 64% で圧倒的にボールを握られるという展開でした。ただスプリントと走行距離については京都の方が若干上回ってます。ただパスがすごいですね。京都197本に対して福岡が522本成功しています。この日のフォーメーションを見ますと、キーパーは前節 PK ストップの太田選手、ディフェンスは右から福田選手、アピアタフィアサシ選手、アザタ選手、ミサオ選手で、中盤の底に絶対的レギュラーの金子選手、川崎壮太選手、武田選手はついに復活ですね。4ヶ月ぶりですか。いや、これは実質補強と言ってもいいぐらいなんで、これから期待大です。フォワードは右から豊川選手で、前節 PK でのゴールを決めた原太一選手が中央に入り、左は松田天馬選手ですね。原太一選手は今シーズン加入してから初めての中央での起用となりますので、期待大です。この試合は両チームにとって想定外のことが起こった試合だったと思います。まずアビスパ福岡が、前半12分にルキアン選手がピッチに倒れ込み、そのままウェリントン選手と交代するということがありました。もうウェリントン選手はそのままルキアン選手のポジションに入るような形ですね。で、サンガの方は前半36分にアピア・タフィア・サシ選手がレッドカードもらい退場してしまい、もうゲームプランの変更を余儀なくされてしまいました。一時金子選手がセンターバックに入り、急増のディフェンスとなるも、すぐに豊川選手とイオハ・オサム・ヘンリー選手が交代して 4-4-1 のブロックを作るフォーメーションに変更しました。後半開始からずっと一方的にサンガが押し込まれる展開となりましたけども、ディフェンスが集中してなんとかしのぎきってる展開でした。で、後半に15分に金森選手に代わって佐藤良雅選手が入ってくる。そして後半33分には3枚替えをして、アビスパがさらに攻勢に出ようとしました。ずっと後半守備をしていたサンガは40分に松田天馬選手に代わって佐藤京選手を投入し、さらに守備を強化。で、最後は後半49分に原太一選手とパトリック選手が交代し、参加の選手交代は以上でした。今日に限って言えばディフェンスの出来が良かったので、まあ珍しく5枚のカード切らなかった試合でもありました。後半は終始攻め込まれるもゴールを死守して2対0で勝利。これでリーグ2連勝となりました。順位では勝ち点が29となり、新潟を抜いて10位となりました。順位表を見てみますと、同じく勝ち点29でコンサドーレ札幌がいます。その上を見ますと、サガン鳥栖が31、川崎フロンターレ FC 東京ガンバ大阪が33なんで、勝ち点差4。このあたりもこのからの展開によっては追いつけるかもしれないので頑張ってほしいですね。次節は J1 リーグ第26節の
2位のヴィッセル神戸戦、見に行きたいけど9月3日の日曜開催、次の日の仕事を考えると観戦するかどうか悩んでますけど見に行きたいなーっていう試合ですね。最後までご視聴ありがとうございました。お気に召しましたチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。